はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、ちょまんまたけしです。今日も元気に、ヘルメツギマーボーやっていきたいと思います。ということで、はい、やばいです。やばいです。はい。はい、もう KOTC ね、なんでやばいかわかりますよね。はい、私、はい、もう完走します。いきますよ。完走の瞬間を撮っていこうかなと思います。で、これ勝てばってか優勝すれば、完走しますんで、はい、その瞬間ですね。はい、ドクター J ですね。はい。じゃあ行きましょう。で、やり方は、僕、パーを2つ作ってます。このように、まず、これ、靴にガチパーで、まあ、これもほぼガチパー、まあ、ヤオミンとかガチパーに入れてもいいんだけど、まあ、でも、こっちで、優勝する。でもね、パワーね、ぶっちゃけそんな変わんない。スターボッパーとガチパーで、そんな変わんないんだけど、まあ、2万ぐらい違うか。2万ぐらい違うんですけど、まあ、これで、最後優勝していきましょう。はい。じゃあ、まず前半は一応ガチパで、まあ、俺の戦法としては一応カリーで3連発で、まあ、あとジョーダンの壁バシンとかを使っていって、で、後半はしっかりと逃げ切るという戦法でいきたいと思いますんで。じゃあ、行きましょう。ただ、結構今回むずくなってますね。結構正直負けたりもしてて、もう正直1回戦負けとかもあって、Holy moly。むずくなってます。はい、じゃあ行きましょう。とりあえず行きましょう。とりあえずもう勝つしかないんで。じゃあ、行きますよ。さあ、相手はこんなパーでございます。さあ、待って、53万来てる。勝てっかな、これ。たまにね、本当にマジ50万超えのやばいのが来るんで。とりあえず行こう。まあいいや、とりあえず勝つしかない。でも勝てる。でも勝てるんで大丈夫です。さあ、行きましょう。みんなにね、勝てるんだよっていうのを見せていきたいと思います。ただ、こういう時はマジカリーの3が入んなかったりするんで。さあ、ウェンビーが。ウェンビーこの位置。さあ、トップ。さあ、チェックいって。オッケー、よしよしよし。よし、いいよ。こういう時はもう確定で、MJ の壁橋に頼るのもありかな。逆さ行っちゃったよ。オッケー、よし、オッケー、いいよ。MJ の壁橋か、まあ、カリーの3。ただ、カリーの3はちょっとね、相手とのパワーがありすぎるんで、ちょっと入らない可能性がある。やっぱりパワー差でね、正直、イベントはヘッドとヘッドは違うけど、イベントとかトーナメとかはほんとパワーが重要なんで、オッケー、いいよ。ここ大事に行こう。あと、ピックアンドダイブも有効ですね。ピックアンドダイブも。あー、ちょっと今失敗したけど。剥がれてる。今剥がれたね。一回、で、もう一回ジョーダンの壁橋。まあ、コービーも壁橋できるけど。いけ、やばい、今のダンクエグすぎないですか。今のダンクエグすぎない。まあ、正直一部、オートでやってた時もあった。オッケー、いいよ。さあ、ここちょっと最後、じゃあ、ちょっとカリー狙ってみる？でもカリーちょっと外れそうなんだよな。ただドフリーになったんで、これは、お願いします！やばい！よし！よし！みんな、50万でも勝てるよ、相手が。さあ、ここしっかりと抑えていく。ここマジ抑えられたらマジ、後半勝ち確。で、後半スターパパで行くんで、やっぱり点差を広げることが重要。待って、3だけ打たれんな。チェックいってる。よーし、勘勝ちです。これいった、これいったわ、綺麗にいったわ。チャンプテイク TV。 OK、 7-0、 やばい。そして、はい、ここでスタボパに戻します。やっぱり優勝の時は絶対スタボパでやってください。はい、じゃあこれでいきます。さあ、あの、本当にやばい時はやっぱりジェリーウエストがどうしてもパワー下げちゃってるんで、ここだけは上げて、ちょっとスタボが下がるんだけど、例えばローズとか入れて、まあこれで、でもこれでもまあスタボ 70% パーだから、まあ 10% の違いなんで、まあ今回大丈夫だと思うんで、はい。最悪、相手に7点取られても、同点でもいいんでね、はい。じゃあ、ちなみに、はい、オースティン・ディーブス、魔改造しました。ジルコンで同友になんで、5万いっちゃってます。やばい。レブロン超えですね。ついに50万いきました。レブロンもやばいんですけどね。アビリティ、まあ、あとアビリティが入ってんで、あと、ヤオミンもプライムプレイヤーで、こっちだと、パワーが1番になるんで、56万いっちゃってます。で、ムトンボもアルフォーフォードを、唯一いたホークスのやつを、メンターにつけて、これもブーストかかってんで、まあ、45万。これもやばいですね。はい。さあ、ドクター J、奪いに行こう。さあ、勝てるかな、大丈夫かな。いきますよ。さあ、いきます。マジで。これ負けられない。てか、まあ大丈夫です。これ負けたら相当やばいよ。てか、もう時間を使えばいいから、せめて。さあ、ただこれでも勝てるんだよっていうのを見せていきたい。もちろん勝つ気でいきます。さあ、ここも、で、レブロンも壁、あ、待って、これヤオミ使おうか、せっかくだからね。
さあ、ヤオミンがパワーフォワードで、これラリーバードついてるでしょ、これ絶対押し込んでいけるから。これ確定だろ。はい、これ押し込んでって、落とすんかい、おい。さあ、絶対にディフェンス。絶対にディフェンス。ちょっと待って、やめて。やめて、本当に。オッケー、いいよ。ヤオミンがラリーバード相手なんで、来い来い来い。ヤオミン来い。こっち来い。オッケー。これ行きます。押し込んでって、オッケー、確定。よし、ちょっと待って、なんで落とすんだよ、お前。相手バードだぞ、お前。バチ込めよ、お前。パワー差がマジで重要なんでね、このイベントは。さあ、こう相手バードいるんで、ここバシコっていいよ。はい、チェックいってる。オッケー、いいよ。ヤオミンで1でも決めよう。つって、ここ戻して。はい。いけ、ちょっと待って、タフった。オッケー、決めて。ねじ込んでいく、オッケー。1でも決めたぜ。まあ、決勝はね、やっぱりどうしてもオートでやると結構怖い部分があるんで、やっぱ絶対手動で、しっかりと勝っていく。オーケー、防護していくよ、いいよ。身長が違うんだよ、身長が。さあ、ウェンビーのスローインから、ボコ。落ちる、オッケー。2番取れっつうの、おい。2番取れっつうの、お前ら。さあ、リーブスに。さあ、リーブス、リーブスいける。リーブスいっちゃおう。おーし、オッケー、いいよ。さあ、勝てそうですね。さあ、3だけ打たれなきゃ、2だったらいいよ。さあ、相手がパス回して。オーケー、勝ちました、完璧勝ち。スタブパでも勝ちました。OK。はい。一応、知らない人のために言っとくけど、一応、スタブをこれ 80% パーで勝つと、4000ポイントもらいました。やばいです。はい。今、日曜日の、昼過ぎぐらいに撮ってるんですけど、はい。無事、私、完走しました。やりました、ドクター J ゲットです。パープルサファイアのドクター J ゲットです。これでイベント報酬というか、まあテーマカード、まあ MG も入れるんだったら、一応テーマカードはこれでパープルサファイア3つ目ですね。はい、ゲットいたしました。じゃあ受け取りやっていきましょう。まずちょっと鍵、エリートギアキーで、これでこの前の確かヤオミンのガチャとかで結構エリートギアゲットしてたんで、78連じゃない、7連できるんでやっていきましょう。はい。さあ、7連だったら2枚は来てほしいよね。うん、レア。さあ、じゃんじゃん行きましょう。さあ、行きまーす。トン。お、来た！デンバーナゲッツ。さあ、じゃんじゃん行きましょう。まず1個来てくれました。まあ、最悪、まあ、最悪。おー！ポイントガード！やばい！これはやばい、レジェンダリー来ました。いや、ビビった。いや、ビビった、マジで。1% のやつ来ましたね、1% のやつ。さあ、まあ、レジェンダリーはマジで嬉しいよ。しかも、ポジションで来てくれたら嬉しい。いいよいいよ。これでもう一個エピック出そう。で、エピックはまだ1枚しか出てないから、もう1枚出していこう。よーし、来た！ OKC 行きました。やりました、OK、いいよ。最低限かな。まあ、いや、てか、レジェンダリー出てたから、マジで文句は言えない。さあ、アンコモも出ないといけないね。アンコモも出ないと。さあ、最後。でも、ここ期待したい。ここエピック出たらやばい。あー。まあ、引き的には波といった感じでしょうかね。いや、レジェンダリー来たら波じゃないんだけど、まあ、エピック、の確率としては波だね、うん、3つ出たらやばかった。はい、じゃあそれで、コレクションも受け取っていきます。5円玉受け取っていく。で、これによって一応見ましょうか。一応これによって私作れるカードがミドルトンですね。ジルコンのミドルトンまで作るようになりましたけど、ただ今回はあれ、ジェレミー D はでも報酬だったな。ジェレミー報酬だったんで、あ、違う、こっちか、こっちのボールピアスか。ボールピアス、まあ一応目指してます。はい。目指してますんで、こちらを作れればいいかなと思ってますんでね。はい。じゃあ、早速、受け取っちゃいましょうか。はい。いきます。しかもね、速攻魔改造ができるんで。はい。もうメンター作ってあります。さあ、じゃあいきます。いきまーす。最初の、だから、パープルサファイア来て最初のイベント報酬だね。はい。だから、今回これで本当に、初パープルサファイアゲットって人もいると思いますんで。じゃあ行きましょう。トン！ヒャッ！ウォー！オーケー！じゃあ早速入れていきましょうか。はい、これで、はい、お疲れ様でしたと。レブロンお疲れ様でしたと、いうことで、はい、ガチャコント。はい、そっくり速攻ロックしていきます。ロックしましょう。はい、で、メンターつけれます。誰がつけれるかっていうと、はい、もうノンストップで。ノンストップでいきますよ。はい、ここ！はい、これ、昨シーズンの時のネッツのオールスターのアンバーの KD。で、これが、まさかの無料だったんですよね。KD 結局、
まあサンズとか移籍したし、まあ過去の OKC とかもあるから、ネッツよりのがね、そんな来なかったのかな。だから来て、つけてなくて、これマジでやばいんでつけます。はい、無料なんでね。はい。で、これで敏捷性とプレメがマックス来てます。はい、やばいです。そして、まあぶっちゃけ育てるんだ、育て、まあ、やっぱネッツのマジ、ギアめっちゃあんな。育てないといけないんだけど、まあこれとかかな。あ、でもこれ被るな。これ被るんでちょっとあれですけど、でももうあのエピックつけるしかないかな。これも被るな。ちょっと被るんであれですけど、でも、まあ、あのエピックルギアめちゃめちゃあるんで、まあこれを育てていきましょう。これを育てていきましょう。さあ、これでじゃあ私は、一応3メーター、もうすでに3メーターマックスですからね。まあこの後、まあどうやっても星2にはしましょう。うん、星2にはしていこう。はい。で、そこを、プライムプレイヤーなんで、今回のでもパープルサイバー全部プライムプレイヤーだったよね、アビリティね。まあとりあえず、まあこの辺とりあえず食わして、とりあえず25にはするか ?25 にしちゃうか ?25 にします。はい、これで42万5000で、はい。まあこんなパーですね。はい、こんな、これで一応スタボ 90% パーが、爆誕しておりますんでね。はい、このパーで。しかもこのオースティン・リースのアビリティがテーマ中精神なんで、オースティン・リーブスと、ムトンボがテーマ中精神なんで、まあ自然とスタボパがかなり爆上げされる。だって、アビリティのやつで5万いってるからね。はい。まあこれやばいんでね。まあ僕はこれで今後周回していきます。はい。で、まあ、こっちの方がまだパワーはあるんで、こっちで、まあ決勝まで行って、でこっちでスタボパで切り替えるって感じでございますね。まあ、はい。まあ一人顔代のジェリーウエストいるけど、それでもパワー差はそこまでないんで、2万ぐらいしかまあまだ変わんないんでね。スタボパでもね、勝てますんでね。はい。とりあえず、やばい。やばいパが完成しましたんで、はい、こちらで、はい、僕は次進んでいきたいと思います。はい、チャンプテイク TV。 はい、で気になる、ランキングですけど、結構苦戦してんすよ。だって KOTC で日曜日の昼過ぎぐらい、今まあ3時半ぐらいですけど、 夕方っていうのかな、午後の3時半ですけど、時点で完走してるんですよ。結構遅いんですよ、正直。これ通常に比べたら。だから今回結構コメントでも来てたんですけど、まあ俺も痛感してます。あのはっきり言ってかなりむずくなってます。むずくなってたんですけど、なのでランキングもですね、実はかなり影響してて、なんとでん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 と今1224位ということでランクに入ってます。もう感想かなり出遅れてるんですけど、普段だったら下手したら KOTC なんてほんと土曜日感想ができるんですけど、日曜感想の上にちょっともう昼過ぎてるんですけど、ただランク2ということで、周りのみんな苦戦してますね。これ周りのみんなが苦戦してると言っても過言ではない。なんで、まあランク2は目指していこうかなと思います。ただ明日ね、ちょっと仕事なんでオートでやるしかないんですけど、まあでもまあ最悪ランク3でもいいんですけど、とりあえず、はい、まあドクター J やばいんで、はい、まあ僕はこんな感じでございます。はい、ということで、まあ、とりあえず、イベント完走の瞬間をお届けしましたけどもね。はい。で、次回は、おばたですね。おばたがまたむずいっすけど、報酬は、ウェイドですね。ウェイドが報酬になってますんで、はい。また頑張っていきましょう。とりあえず僕は無事、完走することができました。はい。ランク報酬も目指して頑張っていきますんで、皆さんも最後まで諦めずに、より高い報酬ですね。まあ、完走が無理でも、まあ、中間とか、まあ、コレクション4つゲットできるだけでもね、でかいんで、ちょっとより高い報酬目指して頑張っていただければと思います。ということで、今日はこの辺で動画の方は失礼します。また次の配信か動画でお会いいたしましょう。それでは See you next time。 バイバーイ。いや、なんで KOTC むずくしたんだろうな、運営。Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer.